国連の皇室典範改正勧告、これに反論スピーチをした笠置奈美さんと武田恒康さんの対談、これもなかなか面白いですね。面白い。笠置さんは東大農学部出身なんだよね。そうですね。意外にも、はい、元女優もやってたんです、この人は。美人ですよ。でもこの偉いよね、その、国連の、あれスピーチして英語で、ただ35秒だから何ほどのことが言えるのかと。保守側はスピーチ時間が短いんですよ。短い。ロビー活動をさせてくれてなくてですね。この35秒もですね、あまりに短い、初め20秒って言われて、あまりに短いと思ってたら、優しい先輩方が、自分は過去にスピーチをしたことがあるからと時間を譲ってくださり、35秒になったと。35秒でどんなこと言ったか、日本の天皇は最終王である。カトリックのローマ教皇、イスラムの聖職者、チベット仏教のダライラマはみんな男性なのに、国連は女性差別とは言いません。なぜ日本にだけそのように言うのですか。世界にはさまざまな民族や信仰があり、お互いに尊重し合うべきものです。内政干渉は許されるべきではありませんと、いうことを、英語で笠置さんは言ったわけだよ、はい。だけどこれとにかくね、その女性差別撤廃委員会が、日本の行為が男性皇族によって継承されているのは女性差別撤廃条約と相入れないと、で日本に勧告してきたわけだけど、とんでもないんだけど、これがですね、実はその日本の、その左派のいろいろ団体がいろいろ工作してるんだよね。そうですね。国連に報告して問題を焚きつけてるんです。焚きつけてかつての徴用工とか慰安婦関係とかと同じ構図なんですよね。全く同じ構図なんですよね。弁護士なんか行って、日本の弁護士自体が行って、やってるんですよ、これと同じなんだよ。要するに左派は20団体ぐらいが向こうに行っていて、扱っているテーマはそれこそ従軍慰安婦、選択的夫婦別姓、米軍基地の問題、包括的性教育とか人工妊娠手術とありとあらゆる問題、もうバツバツと人権と主催すれば差別があるかのように何でも問題できるんだろうと感心するほどです。一番びっくりしたのは、アルス処理水について訴えている人がいたことです。一体それが女性差別と何の関係があるのか。それでこれはしかもですね、この連中はですね、向こうに常駐してる人もいるんだよ。そうなんですよ。でも お金がどっから出てるのかね、これが不思議なんですけど。いや本当に、しかも、スイスとかでしょ、そうなんです、スイスですよ。物価がめちゃくちゃ高いんですよ。そうなんです、そうなんです。だから保守系の人たちが結構手弁当とかで行ってたりしてたみたいですけど、杉田議員とかね、杉田議員が落選中に行ったんですよね。行きましたよね、行きました。で、あの時なんかも、テキサスオエジグループの人たちが支援したりとかしたんですけど、それでもめちゃくちゃ金がかかって、飯食いにはフランスに行って、出てね、みたいな、スイス高いからね。スイス高いから、みたいな感じになってたとかっていう話ですよね。とんでもないですよ。そうなんですよ。向こうはもう、なんていうか、組織的に長時間かけてやってるから、いざとなった時にこっちが反論しようと思っても時間もないし、くれないし、できないんだよ、これな。だから外務省がやっぱりもうこういうのをちゃんとまとめて、どういうふうにやるかっていうのを政府と一緒に考えないと、で、ちゃんと、こういう時にちゃんとした天下り組織を作ってればまだいいんですけど、左側の天下り組織しかないんですよね。そうなんだよね。さあ、おかしな主張に対して国連の場で保守派がちゃんとカウンターを打つ。そうすれば国連の各委員会も国内で済ませてから来てくださいとなるでしょう、逆に言えば日本国内でやるべき論争を国連の組織を使って一方的に意見を主張するというのは国連の悪用以外のもの、何ものでもありません。そうです。本当そうなんだよ。こんなことをやってんだったらもう国連の拠出金やめろと。そうです。日本はアメリカ、中国について第3位ですよ。そうです。で、ある時期まではずっと日本1位でしたから ね、はい、アメリカも入らなかったりした。しかもアメリカは今対応したりしてるんだから、そうなんだよ。これとんでもないな、これな。笠置さん、今回スピーチが短かった分パンフレットを作成して委員の皆さんに可能な限り配って対話させていただきましたが、レバノンの女性の委員に意外なことを言われました。私たちも伝統は尊重しています。他の王室のある国にも同じように言っているので、
平等の原則に基づいて日本にも言っているだけなんですよ。あくまで推奨リコメンドであって、勧告を聞く聞かないは皆さんの自由なんですと、うん、まあ、それはそうなんだけどね、はい、うん、でもそればっかりデカデカと報じられるから、そうです、ね、よくないんだ、日本の新聞なんかもデカデカと報じるからね、はいはい、うん、この中であの武田さんがいいこと言ってるんですけど、徴兵制がある国で徴兵されるのは男だけ、これはどうなんだと、うん、女も徴兵しろということをなぜ言わないんだと、うん、はい、そうなんだよ。で、徴兵はさまざまな理由から女性は免除されているのが現実です。そこで私が言いたいのは、武田さんがね、天皇という立場は実はとてつもない重責を担っていると、責任が重いんだ、うん、だから女性皇族が天皇になる義務から免除されているということです。ヨーロッパで王になれば強い権限を持ったり財産を手に入れたりするので、勘違いされているのかもしれませんが、天皇になったからといって財産が増えるわけでもない、従事官が増えるわけでもない、権力が権限が増えるわけでもない、むしろあらゆるものを失う、うん、つまり天皇とは義務でしかないのです。そして天皇の配偶者皇后になられる方にも大きな任務があります。出産をしなくてはいけないし、子育てでもお母様のウェイトはどうしても重くなる、皇后ですら凄まじい重責があるんです。そんな重い責務のある女性にさらに天皇としての責務を負わせるのは現代の日本において重大な人権侵害になります、うん、これなかなかそうなんだよね。そうですね、かつておひげの殿下こと友人親王殿下から私はこんな話を直接聞いたことがあります。武田君、僕は時々定期的に同じ悪夢を見るんだ。ある日いきなり自分が天皇になる夢だよ、うん、天皇になるのが悪夢とは。我々一般人は天皇になるとなったら喜ぶのではないかと思いそうですが、実態は全くの逆だと。万が一の時に即日自分が天皇にならなくてはいけない、だからいつでも天皇になって遜色のない準備を常にしておかなくてはいけない、これがどれほどの重みか君は分からないだろうと語っていらしたと。当時殿下は皇位継承順位で言えば7番目、まず順番が回ってくることはないと分かっていてもそういう悪夢を見る、はい、それだけの重責なんだ、うん、確かにな、はい、美智子様は2007年の記者会見で、身分を隠して1日過ごせたら何をしたいかという質問に、学生の頃よく通った神田神保町の古本屋さんに行き、もう一度本の立ち読みをしてみたいとお答えになりました。言い換えれば本屋さんに立ち読みにも行けないのが皇后というお立場なのです。お立場なのです。だから今の皇室制度は決して女性の権利を奪ったり不当に貶めたりするものではなく、女性を義務から免除しているものなのです。これは女性差別撤廃会だからこそ響く内容になるんじゃないでしょうか、うん、と。もそうだね、はい、大体日本では家庭における女性の地位は非常に高いんですよ。異常に高いんですよ、はいはい、ヨーロッパやアメリカの人に驚かれるのは、日本の一般的な家庭では財布を奥さんが握っていること、これは欧米では絶対にない、死に敷かれるなんて表現もない。だけど日本ではいい夫婦家庭のあり方のように見られますね、うんうん、そうだね、はい、大事な決定は母親の方がしてるっていう家が結構多いんじゃないですかね、うん、そうか車買うのも奥さんが決めたり、そう車種とかね、小森家そうか、あと住宅を買うのも、うん、マンションを買うのも奥さんが決めたり、うん、子供の進学校も奥さんが決めたりとか、うん、もうほとんど8割以上の権限を持ってる家が、まあ、店主は仕事で忙しいから、ね、そうやってられないんです。そういう家結構ありますよ、うん、はい、まあ、俺なんか大体そういうこと苦手だから、はい、もう全部やってもらってる方が楽だよな、はい、はい、だってそれやって大変じゃん、はい、これもう一個大事なことを武田さんがおっしゃってるんだけど、たまに男系を守るべきだけど選択的夫婦別姓は認めるという政治家がいますが、完全に論理矛盾です。男系家なら選択的夫婦別姓反対でないと整合性が取れていません。でもそういう人が結構多いから困ります。あくまで選択的で選べるのだからいいじゃないかという声もありますが、それは逆で選択できることが怖いのです。例えば今まではこの人と夫婦になろうと思った時、仕事や住む場所などの相談は必要ですが、姓に関してはどちらの姓にするかを考えるだけでよかった。しかし別姓もできるとなると、相手は同姓にしたいのか別姓にしたいのか、そして子供ができたらどちらにするのかとか、新たないろんな問題が出てくると、うん、でこの中でまた挙げてて面白いのはさ、じゃあ選択的夫婦別姓が認められたら、うん、今現在の家族はどうなるのかと、うん、例えばおばあちゃんが私別姓がいいと言い出したら、
その息子はどうなるのかと俺の姓はどっちになるんだと、でその子供はどうなるんだか、これ大混乱ですよこれ、私も別姓にしてほしいって言われたらどうするんだろう。これから結婚する人はっていうのになるとちょっと差別的になるんで、今の人も選べますよっていうふうになるかもしれないですね。まあそうだな、そうだね。